さすがにちょっといろいろそれぞれ事情があってですね、でしかも設定したハードル高かったじゃないですか。料理ができて潜れて寒さに強くて元気でとか潜りは別にええよやらん、まあ、言ったのはね、はい、そうですよね、うん、はい、で、うん、まあ、これ、まあ、YouTube だから言いますけど、はい、実はあの後ドーマリコに会って、はい、そう俺ドーちゃんにほんまにメイク室で直接会って、うん、そうだどうちゃん来てくださいよ無人島って言ったらすごいノリノリってな、あの記者会見はいいですよ。そうなんです、うん、それで私も実際にそんなに、期待を持たせるような返事をしたのって言ったら、うん、いやもうすごくなんか面白そうだったんで、うん、って言って、本当に来るって言ったら、はい、ちょっといろいろ相談してみてって言った、うん、いいじゃないですか。で、うん、その後何にも来ないですね。あれ、え、ちょっと電話してくださいよ。今日無人島もこの配信のおかげで Wi-Fi 入ってるから、あ、 Wi-Fi 関係あるもんね、連絡できるんですよ、いやすごいよ、この島をあの島から中継を取ってここに Wi-Fi 飛ばしてんねんって飛んでんねんって今ここあそこに中継者がおんねんやろ、おんねん中継者がおんの、有人島のところにな、中継者がおってここに直で Wi-Fi 飛ばしてるらしい。あそこの島には人がいるんですね。はい、なるほど。ここは正真正銘の無人島ですから。びっしーって、はい。だからもう電話も、はい、なんか LINE もつながるんで。あ、LINE 電話も。だって実際これそうですね。そう、これつながってるから。Wi-Fi できるから、ね。Wi-Fi でこれ見ながら今おしゃべりをしていますから。どうちゃん何やってんの？どうちゃんツイッターやってへんのかな？あ、そうですね、見てたらぜひつぶやいてくださいよ、つぶやいて、はい、まあ、言い訳でも書いてもらえればねえ、はい、うんうん、待ってますからね。でもまだどうでしょうね、ギリギリ今から東京を立てばこの無人島にも着くかもしれない、ね、明日の朝ぐらいになってるかも遠かったですよ、今日も。そうですよね、まあもうしょうがない、まあ、はい、じゃあ僕らでやりますよ、はい、ただ本当じゃあね、もう、うん、タワさんで我慢しよう我慢ですか一応アナウンス部の中では、はい、まあ、かなりの年上なんで、ベテランですよね、かなり、かなり無理してきてるんですよ。若手が来たりとか、はい、男子アナでもね、そうですよ、上ながら女子アナが来てくれたりするんですけど、はい、ほぼトップです。もう本当にもうすぐ定年ですからね何年後ですか？え、2年後です。2年後っていうか、だからもう本当に2020年ですから、そんな人、定年あと2年で2年ないですね、あと2年内定年の人が無人島来てんねんで、はい、我々とどうちゃんは何をしとんねんやから、本当に。ただやっぱり11年前を経験してるからっていうのが一番大きな理由らしくてそうか、はい、まあ、そういう意味では本当にすごいな、11年前から随分進歩しましたね、いろいろね、差し出されたり、はいはい、いやもう今回も条件はスーツで来いですよ番組か、はい、番組側から。寒いじゃないですかここ。寒いですよ。いやこれでもスーツで来いですからね。田中さん、僕らちょっと寒いからちょっとかまど作りますわ。あ、ぜ作ってくださいよ、焚き火用にね、はい、そうしようか。ほんまに吹きすさんでるから、はい、ザーどの辺作る。この海から吹き上がる風がほんま寒い。ほんまこの辺が一番暖かいんだけどな。いやいやこれでもまだ作ろう作ろう、水がこっちに来るか分かる。これそうなんですよ。あ、そうだ、この辺にしようか。姉ちゃんこれにする、これにしよう。うわー、そうか。もうちょっとなすびチャンネルご覧の皆さん、今からかまど作りますこれ藤岡さんに聞いたやつでいいのかな。ええよええよ。藤岡さんに聞いたのは、でかい石をとにかく並べろって、うん、何個かでいいからって。どうしようか。うわ、でもこれ割れそう。打ってやるぞ。これ割れそうやけど、行く？なんで一回はめてから、なんで一回はめてからくれんねん。ちょっと一回、はい、温めて、はい、なんで一回はめんねん。ちょっとぬくいの嫌やな一回温めといたから。よし、北尾さんですね、かまど作ったことあるんですか？昔ボイスカードやってましたけど。えぇ、はい、じゃちょっとお願いしていいですか？なんでですか？俺らあっこ見とこうか。今ね、干潮表を見たら、はいはい、夜のね、8時過ぎぐらいが一番日引く状態で、あ、だから今は引いてる状態なんですけど、そっから、8時過ぎからどんどんこうまた満ちてくる、はい、うわ、どこまで来るんだやろ。そこちょっとわかんないんですよね、これが。ちょっとね、まあ、これここしかなる狭いから、はい、これ入れてもすぐ割れると思うで。藤岡弘さん、どういう手なの？藤岡さんも大きいのをとにかく3つ4つ並べれば、はい、鍋は安定するから。あ、うわ、なるほど。今日あれもあるからな、水中潜りもあるから、生潜り。
生潜りって呼んでる。生潜りがある。生潜り、そうですよ。だって生潜りはだから11年前以来じゃないですか。はい、生潜りはね。生潜りはそうですよね。生こと出ましたね。なんかおらんかったな。そうそう。で、魚もこんなちっちゃいの1匹だけでしたもんね。そうですね。あの時、あの年の活躍した100人を島に招待して年越しパーティーをするっていう企画だったの、そもそも。そうそうそう。そうですよね。誰も来なかったし。で、魚もつけなかったね。そう、魚も。魚つけなかったっすね、あれ。あれね。やっぱ寒かった。あの子緊張してたんですよ。あの子すげえ緊張してたんですよ、本番で。今日はやるぞ。じゃあちょっとかまど作りますか。はい、じゃあお任せします、はい。よろしくお願いします。こんなぐらいでいいんじゃない？こんなもんで。振るで、ダーンと。こっち側からのがいいんじゃない？そうしようか。ほんで？あとは木だね。これでええの？こんなもんでいいよ。こんな？こんなんです。何を期待してるの？いや、もっとなんかこう、隙間空いててええのは、これ。隙間空いてる方が空気が入っていいんですよ。隙間いんね、なんかみんな埋めたがんねんけどね。隙間いんね。風が入る方がいいんですよ。気を炭化させて空気がいるからね。鍋安定するか？大丈夫か？鍋は、まあ、置いてみんとわからへんね。鍋な、まあ、ええか。これぐらいできると思う。よし、どう、で木を、木が集めてくんの？木。うわ、ここ何もないな。何もないぜ。端っこすぎるな。バラすこれ。いやいや、あの人が作ってくれたからな。あ、そっか。ボコボコにされるか。ほんまやで。やばいぜ。ないぞ。あの人のパートが来るぐらいまでにバラすぐらいのさ。徐々に。かわいそうやろ。あったんですけどね。頑張って作ってくれたからな。どうしようか。これでもどうするかな。気集める言ってもな。はい。実はですね、こちら後で場所変えますけど、ナスディからのですね、はいはい、今日無人島でやりたい演目という。料理が、はい、あのナスディ得意 の予定ノートみたいなもの。ああ、なるほど、はい。自分でやればいいのに。いや来たらやらせますけど、とりあえずまだ来てないんでお二人にということで、まずこれですね、かまど作り。あー、じゃあ合ってたんや。そうそうや、寒かったからね。お願いします。まあこの後ね、結構たくさん、あ、読めてるな。ある、生放送読めてるな。こんなあるんで、はい、こんなにあるの？こんなあるんですよ。すげーある。はい、ここ時間あるからな。はい、じゃあまずここからのスタートということで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか某漫才番組みたいですね。演芸場みたいな。安定するかな。あ、ここ安定する。ここの気集めてこうか。大丈夫かな。ここでも、もうその辺にないで。ないよ。一回はけなあかんで。はい、ええのか。配信やからダラダラしていいのか。一旦コマーシャル行くもんでもないもんな。気集めてくるんやったら、ほんまにだからこれはけなあかんかった。誰もおらんかそうか、かまど作ってええけど順番でか。ちょっと取りに行くか。じゃあ前回来た時のが余ってるかもしれんから見てきますね。入ってくる。よいしょ。もうね、行きました。じゃあ見てもらう。用意されてたみたいやわ。あ、こんなんだって無人島に落ちたやん。いつものやつ全然ちゃうやん。わかる。いつもと全然違うのは。わかるよ。こんな綺麗な、こんな綺麗やん。いつももっとしけしけのやつやん。いつもしけしけのな、もう滑らかなやつやもんな。これ置くしかないね。そうか。今日は用意してくれてたよ。今日はもうね。OK。そう、いつもの無人島じゃないから、今日はもう中継っていうことやからね。そうかそうか。うん、いちいち、お前たらバーって行かなあかんもんな。そうですよ。行かんでええねや。だから、その、本番中とか配信中に何か食べてもいいってことらしいよ。あ、そうなんや。もう、ゼロ円生活。それだけですげー嬉しいな。ゼロ円生活中じゃないから。うん。めっちゃええやん。
あら、もうヒータイタールやん。